ミレちゃん、また来たとね。花が枯れたら来ていいんでしょ。そうけど、なんか毎日ごと気を抜かないか。そんなに暇じゃないよ。ちょっと今バタバタしてるけん、花場選びながら待っとってくれる。はいはい。ごめんね。すみれちゃん、また来たとね。あ、石田さん。また石田さんもいるんだね。なんでそういうの。だって石田さん、この店の店長さんでしょ。店長さんなのに暇そうだから。一応社長けどね。社長？本当に？いちかってここだけじゃないの？他にも店はあるよ。市安橋店とか、中店八番街とか、長屋にも新しくオープンしたし、アミにもあるし。すごい。コロナの影響とかないんだね。あるさ。コロナの前はイベントには花がつきものやったけん、いろいろ需要はあったけど、コロナでイベント自体がなくなったけんね。そうよね。花屋は大打撃よ。でも新しい店までオープンするんでしょ。まあね、これまでと同じようにはしよらんだけさ。へえ、何をしてるの。そこは話し合うかけん、今日は次の花場見に来たってやろ。そうけど話も聞かせてよ。よかけん、花場選ばんね。はい。名前何やったっけ。魔法の花瓶。そうそう、魔法の花瓶いいよね。毎月1000円払ったら何回でもお花を一輪取りに来ていいんだもん。まあ、持って帰った花が枯れたら新しい花を一輪持って帰ってもらうっていうサービスやけどね。それでもいいよ、月1000円で いつもお花が飾れるんだもん。花好きとね。うん、そうね。ねえ石田さん。ん？私この店で働けないかな。は？何ば言おっと。ほら、そんなに店がいっぱいあるならさ、人手不足でしょ。働かしてよ。すみれちゃん、今いくつね。14。勉強すかんと。そういうわけじゃないけど、私働きたいんだよ。なんか欲しかもんでもあっと。うん、学校行ってもつまんないし。義務教育終わんないかな。学校に行けることは幸せなことよ。そんなこと分かってるけどさ。すみれちゃんは長崎の人じゃなかったよね。新しく学校に馴染めんとね。めんどくさいんだよ学校も。そうね。中学生でも雇ってくれるとこないかな。そがんところはなか。そうよね。ここだけの話やけどね。何？口は固か？うん。まあ昔の話やけん、もう時効やけどね。何よ。おいね、子供の頃から働きよったさ。え、何歳から？小4。小 4？ って10歳から働いてるの？うん。その頃親の都合で東京におった時とさ、野球選手に憧れとって少年野球のチームに入りたかったけど、まあいろいろあって自分でバイトしてグローブは買ったさ。小4で働けるところがあるの。今から30年ぐらい前やから、その頃は子供でも働けるところがあったとよ。何のバイト。最初は新聞配達。新聞を一部配達して10円。朝学校に行く前に2時間で100部配れたかな、そんぐらい。新聞一つで10円ってグローブ買うのめちゃくちゃ大変じゃん。そうね、あんまり覚えとらんけど、グローブ買うとに1年ぐらいはかかったかな。1年。今だったら法律に違反しそうだね。当時はね、大丈夫やったとよ。へえ。でもね、そん時は嬉しかったとよ。自分が使うお金を自分で稼げる、その手段を手に入れたことが嬉しかった。いいなあ、私もその時代に生まれたかった。俺もそがんやったけん、すみれちゃんの気持ちはわかるけど、働くとは楽じゃなかとよ。うん。ていうか、もう帰らんばやろ。うん、大丈夫。そいより、石田さんの話も聞かせてよ。大丈夫と？うん。早く帰っても時間潰すだけだし。なら、
もうちょっとだけよ。そしたら帰らんばよ。うん。新聞配達以外にもバイトはしてたの？そうね、中学の頃は学校が終わったらビルの清掃に行って、日曜日は喫茶店でバイトしたね。そんなにしてたの？休みないじゃん。そん時は家に黙っておるよりバイトしようのが良かったさ。へえ。あ、でもね、高校に入ったらバイトは辞めたという。そうなの？うん。普通に学校に行って勉強して部活して帰るみたいな、そんな感じ。高校生の方がバイト先いろいろありそうだけどな。うん。高校ではバイトせんかったけど、高校卒業したらすぐに働いたよ。福岡に出てバイトして、その後に就職もしたし、食器の営業マンばしよった。ああ思い出してきた。その営業マンの頃にさ、おいの下に新人が入ってきたとけど、おいとは待遇が違ったとさ。石田君、なんだね話というのは。この前入ってきた新人君、どうして彼の方が僕より給料が上なんですか？ああ、そのことか。どういうことなのか、納得のよく説明をお願いします。彼は大卒なんだよ。大卒？石田君、君と彼とでは住む世界が違うのだよ。住む世界は。で、その会社辞めた。そうなの？会社のルールは変えようがなか。なら自分で会社を作ってルールを作るしかなか。それで社長さんになったとね。そうね。なんで花屋さんにしたの？母親の影響かな。花が好きやったからね。そんな理由？もちろんそれだけじゃなかけど、花屋ってバケツと花があれば今日からでも始められるとさ、とっつきやすかっていうか、そういうのはあるかな。とは言っても経営なんかやったことなかったし、度眼して花屋になったかもわからん。困っとったら求人場見つけてね。東京にあった花屋が広告ば出しとったさ。どんな広告？当社なら1ヶ月であなたも花屋の店長にみたいな感じ。1ヶ月で？そんな短期間で店長さんになれるなんて怪しくない？今やったらそう思うかもしれんね。でも当時は必死やったから飛びついたよ。で、東京に行って実際1ヶ月で店長になった。本当だったんだ。でも何も教えてくれんってさ。東京の広ってとこやったけど、自動販売機が並んでる場所があって、その販売機を撤去してできた場所、一坪か二坪ぐらいの場所を花屋にして、あとは好きにやれって感じで。1ヶ月一生懸命に働いたね。一日も休まずに働いて、1ヶ月の給料いくらやったと思う？めちゃくちゃ儲かったとやろ。1176円。1ヶ月休まず働いて月収が1176円。何か不服かい？不服に決まってるでしょ。1ヶ月休まず働いてどうして1176円しか手元に残らないんですか？それは君のやり方が悪いからだよ。やり方って何も教えてくれないからじゃないですか。君は何も分かっていない。は？経営とはそういうことなんだよ。花の仕入れにいくらかかって、花の運搬にいくらかかって、売れなかった場合の費用がいくらかかって、その他もろもろ経費が全部でこれだけかかる。そういう計算をちゃんとやっていかないと経営は成り立たない。石田君、もっともっと学びなさい。あんた石田君だよ。とは言わんかったけど。言ってやればいいのに、詐欺みたいなもんじゃん。あん時は悔しかったけどね。でも冷静になってみたら確かにそうやなと思った。まあ悔しかったけどね。目に持ってるじゃん。はあ、本当に悔しかったね。でもどうしたの？1176円じゃ生活できないでしょ。そうさ、その当時住んどったアパート代も払え。アパート代の他にも花の運搬に必要な営業車の駐車場代とか、月々の必要経費がだいたい18万円ぐらい。全然足りないじゃん。やけんそいから勉強したよ。花についての勉強、営業のやり方、どないしたら売り上げを上げながら経費を節約できるのか。そうして半年後、月の僕の給料はいくらになったの？月の給料は120万円になりました。すごい。1176円から120万。めちゃくちゃすごいよ。拍手とかやる、拍手とか。
まあ才能かな。才能だよそれで、その疲労の店がうまくいくようになって社長から2軒目やるかって言われて、六本木で2軒目はやるようになった。すごい。まあ才能かな。それでその会社の副社長になったとか。いや、25歳ぐらいやったかな。損会社に勤め始めて2年ぐらい経った頃に会社が傾き始めてね、タイミング的に長崎に帰って自分で花屋をやろうかなと思ったさ。それが一家なんだ。あ、長崎に帰ってもしばらくは別の会社に勤めたとよ。花屋を出すとに置か場所が見つけられんやったし、おいがここに花屋を出したかなと思ったところには全部先に花屋を出しとる人もおった。先に？それっていい場所が全部取られてたってこと？取られてたっつったら言い方のあるかけど、花屋を出すとに置か場所はどこか全部分かっとった人のおったっさ。知り合いだったの？いや、おいはまだ東京から帰ってきただけの何者でもなく男だったけ、知り合いとかじゃなかったけど、縁があってね、そがんよか場所に花屋を出してる人に会うことができた。有名な人？石原さんって言うて、今では庭園デザイナーになっとらすよ。三原庭園って知らん？三原庭園？三原って西山とかあっちの方よね。そうそう、その三原に庭園場作っとる人、すごい人よ。イギリスの権威あるガーデニングの大会で金賞は何回も取っとってね、エリザベス女王から緑の魔法使いって言われた人。エリザベス女王、すごい人なんだ。あんま言うたら調子に乗っけ言いたくなかどけどね、まあすごい人よ。その石原さんの会社に入って10年ぐらい勤めて独立した感じかな。やっぱり楽しそうだな。自分で会社を作って自分でルールを決めて何でも自由に決められるんだもん。憧れるな。そがんよかもんか分からんけど。絶対いいよ、仕事楽しいでしょ。まあ仕事しかしとらんけんね、働くとは好きやね。あー早く働きたい。さあおいの話は終わり、早く花場選んで帰らんで。はーい。どの花にするか決まった？どうしよっかな。気に入ったとはなかと？まあじっくり考えてよかけんね。社長と何の話しよっかと？何っていうわけじゃないけど、石田さんの今までのこととか。社長が？珍しかね。私たちにはそがんこと話さんとに。そうなの？ああ見えてシャイやからね、自分のこととか話さんとよ。そうなんだ。すみれちゃんと話してて自分のこと話す気になったのかな。私この店で働きたいって言ったんだ。すみれちゃんが？うん、バイトでもいいから働かせてもらえないかなって。そう、そっか、それか。何が？社長、子供の頃から働いてたみたいだから。さっき聞いた。詳しくは知らんけど、子供の頃大変やったみたいやから、それですみれちゃんになんか感じたのかもね。余計なこと言うたね、ごめんね。うん、花、好きなの選んでね。カエルさん。何？このお花のサブスク、魔法の花瓶だっけ？うん。なんでこんなサービス始めたの？何？急に。なんとなく、お花のサブスクとか珍しいから。そうね。お花って、結婚式とか発表会とか、そういうイベントの時とかに送ったり送られたりするものけどね。そういうイベントがコロナで全部なくなったとさね。石田さんも言ってた。今はコロナもだいぶ落ち着いて少しはイベントも戻ってきてるけど、もう前と同じようにはならないって社長が言っててね。これから必要とされる花は何かって言ったら、その一つは自分に贈る花やろうって。自分に贈る花？そう、自分のために選ぶ花、自分の生活を彩る花。
花ってさ、乱暴なこと言うとなくても生きていけるものじゃない？まあ確かに。花って何の意味があるのって言われたりするし、でもそれは間違いとも言えないし。社長がね、花に意味があるとするなら心の隙間を埋めるものなんじゃないかって。心を豊かにするっていうか、そういうことが花をもらったり送ったりする意味なんじゃないかって。心の隙間、それを自分のために送る、それが今から大切なことなんじゃないかって。でも高いと続けていくのが大変でしょ。だから月に1000円、正直かなり厳しいみたいだけど、それで買ってくれた人の部屋が花でいっぱいになるならいいんじゃないって。なんかかっこいいね。でしょ。ちょっとね、いいよね。自分のためにか。だからすみれちゃんも誰かのためじゃない、自分のために選んでね。うん。すみれちゃんまだおったとね。まだいて悪かったね。多様性だよ、うちも暇じゃなかとやっけ。はいはい。それでどういうんですか。これください。はい。横浜たい。うん、ありがとう。今は1輪しか買えないけど、私も働けるようになったらめちゃくちゃたくさんお花を買って一花の常連になるからね。そうか、無理せちゃうか。1輪だけでも常連さんさね。そうよ、一花ってお店の名前は1輪の花から大切に扱うって意味のある手やけん。よしと。私も勉強してるんですよ。そうね。ねえ石田さん、うん、このさ、魔法の花瓶すごくいいサービスだと思うんだけどさ、他にもさ、新しいサービス始めてもいいと思わない？新しいサービス？そうそう、私すっごくいいアイデア思いついたんだよね。これをやったらお客さんも増えるし、お客さんも喜ぶし、いいことづくめなんだよ。だからさ、すみれちゃんはまだ雇わんよ。なんでよ。石田さんはお客さんに喜んでもらいたいんでしょ。楓さんも有能な女子ができるし、私も働けるし、みんなハッピーじゃん。まずは学校ば出てから理性で。楓さんまでそんなこと言うの。みんなで働こうよ。はいはい、忙しい忙しい。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。一花物語一輪の花は一花の社長石田渉さんの半生をもとに制作させていただきました。これにて長崎町中文化祭は、本日は終演となります。明日はですね、11時30分からこの町中劇場が上演されまして、1時30分からこちらで、こちらの特設ステージで舞踊ダンスステージが行われます。でその後また4時から、この町中劇場を上演しますので、もしよろしければ、またご来場いただければと思います。それでは最後にですね、この物語の主人公である石田渉さんをお招きしたいと思います。石田渉さん、どうぞ。皆さんこんにちは。
寒い中ありがとうございますっていただいて、はい、すごいいいストーリーに仕上げていただいて本当良かったと思っています。ありがとうございます。ですね、本当にこれを機にというか、まあ、魔法の花瓶っていうちょっとビジネスを始めたんですけど、一月1000円で、まあ、お花取り放題、毎日来ていただいてお花を差し上げるという、まあ、そういうシステムになってます。まあ、それだけじゃなく、皆さんがですね、もうお花を好きになってもらえる、まあ、そういう僕はビジネスを続けていきたいと思ってますんで、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。